うざいって。生で弾きましょう、これは。生で弾きましょう、これは。うざい、もう。どうだ、なんじゃ。ペットに、着せ替えさせてるやつ。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。うん。今日なんですけど、はい、今から言った鈴木の腕にします。はい、これで、はい。腕をですね、はい、鈴木のおかんのケツに入れてます。どういうこと？見てください。はい。ビジュピコさんにまた来ておりますと。はい、来ます。もうちょっとこっち通すんですけど。これで、ビジュピコさんの、これ、岡町の本店、上野のね、ラファエル仕様になってるんです。行きます。はい。これですね。え、すごい。上まで。あそこなんかもう完全俺の顔。あ、ほんとだ。すごいっすね。どこっすか？そっから見えるわけねえだろ。綺麗。色はちょっとなんかティファニーブルーっぽい感じで。確かに。彼これビジブコさんとのこの動画に何回もしますし、もうコラボで商品作ってますと。鈴木、一旦、はい、電車引かれて止めてきて。うるさいから電車一回引かれて、自分で引かれて止めてきて。彼これコラボしてるんですけど、結構反響が良くて、第2弾、第3弾のコラボ商品も今もうすでに模索中で。やっぱ第1弾が売れたら第2弾行くから。そうですね。うん、これほんま楽しみにしててください。ヒカルさんのね、リザードのようにね、2年後、3年後、4年後、はい、ジュエリーでブランドとして確立していくみたいな。はい。そういうことですね。びっくりした、はい、俺小じき横に読んだことある。ということでちょっと見ていきましょうか。はい、行きましょう。じゃあこれじゃあ見てすごない？あ、モデルもこれE さんのフラ。あー、これ黒いやつ。これ俺が今ジョアンドル。ジョアンドル、はい、来た。めっちゃいかつない？この指輪ですね。かっこいいっすよ。あの馬のやつ、ヒカルさんがめちゃくちゃ気に入ってて、はい、ようつけてはるわ。あ、つけてますよね。はい、これね、仮面ね。金の仮面。これはいかついで。ちょっと中入っていこう。行きましょう。めっちゃいかつい、見て。これめっちゃいかつい。あ、こんにちは。どうもさん、どうも。前回 E さんの時にね。お願いします。お願いします。これいくらなんですか？時価なんですけど。時価、そうですね。50万ぐらいとか。え、めっちゃ安いな。あ、もったいない。そうですね。え、間違ってます。あれ、間違ってる。でも絶対間違ってるでしょ。値段。確認します。150万で買って帰るで。すいません、130万。あ、なるほど。まあそう、それでも安いわ。うん、ちょっとなかなかさせていただきますか。はい。かっこいいですね。あ、で、これピンクかっこいいね。え、僕これがいいっす。これがいいっすってなんだ。これがいいっすね。これ電車止めてこようじゃ。買ったるから。あ、でもこのサイズいいっすね。かっこいいな。S、はい、で L で俺のこれが M や。M、はい。M や。やっぱかっこいいな。シンプルなやつ。ちょ、お前どけや邪魔に。横にさ、これ馬の形のダイヤも入ってるんだよ。それでこれも安くない。 S が欲しいっす、これの。 S とかないの？あ、ない。指輪のサイズ S とか M とかちゃうの？いや違う、このイニシャル S。お前って鈴木の、はい、うん、もうだいたいお前鈴木ちゃうよ。これとかかっこいいよ、普通に。かっこいいっすね。これレオンに乗ってんねんけどな、最近今まであったこのなんていうの、騎兵にこのダイヤが入ってるっていう新しいパターンで、これも欲しい。あ、これどうしてこれキラキラ、このこれもギラギラの、ほんとグリーングリーンの欲しいっすね。まあな、皆さん作ってるみたいな。まあまあ、まあ、これも iPhone のも欲しいっすね。 iPhone のこれ何、これ何でしたっけ、これ何でしたっけ、何でした。でもお前もう今日腕落ちんねんで、今から。ああ、そっか。見られないか。関係ない。首のやつだけ欲しいですね。まあまあまあ、それみんな欲しいよな。欲しいですよね。うん、まあ、かっこいいっすからね。エクソ君、いつまでオレンジ着てるもんで。どれが一番ちなみにかっこいい？これ、この、これと、まあな、これと、まあな、全部欲しいっす。まあ、ください。あげるわけないや。1日でいいっす。じゃあ、1日で。ちょっとだけつけさせてください。1日だけ、今日レンタル。つけたらいいけど、電車止めれる？電車止めてくれないで。一瞬で止めてきます。分かった分かった。1日、今日だけ、マジですか？今日だけつけさせろ。うん、でもこれで、逆に鈴木が、はい、いいなって思ってもらって、はい、個人的に、はい、頑張ったお金で、給料で、はい、買いに来たら、それはそれで思うやもんな。まあ、それはそれでいいんじゃないですか。それはそれであるやもんな。だから、一回つけてみて、どんなもんか。つけさせてもらったらいいかもしれない。運気上がるかもしれない。鈴木が鈴木じゃなくなる可能性ある。あ、そういう、そういう意味で言うと、指輪。これなんか、アツさんにこれプレゼントしてもらったやつ。いいんすか、それも。え、これはちょっとやばくないですか。今日だけな。僕、ネックレスつけたことないんで。何やねん、どうしよう。つけたら分かるやん。こうやん。どうですか。あ、もう、かっこいい。やっぱ黒かっこいいわ。どうですか。来た来た来た。ああ、いいね。まあいいね。
似合います。お前がつけると捕虜みたいになるそうだ、天竜みたいに捕まったやつはいはいはい、で、これ腕、はい、まあまあ、ギラギラしましたね。ギラギラしてきたな。ちょっと腕うわ、すごいな、いかついかついな、確かに。ダダッサッ、ダダッサッ。どうすか、似合います。似合ってないけど、似合ってないな、そんな似合うやつおんねんな。まあまあ、そんな感じでね、ちょっと今日は短い動画ですけど、ビジュピコさんでこういった形でラファエル仕様になってるということで、来ていただいてね、インスタのストーリー、ビジュピコさんと僕のインスタですね、タグ、今日の動画の概要欄に載ってますんで、ビジュピコさんが確か3つぐらいにな、インスタがメインの1個あるから、それ載せてもらって、僕見かけたらリポストとかすることもあるかもしれないんで、よかったら見らんで、ちょっと応援して盛り上げていただければと。で、結構ね、第2弾、第3弾は、このブリンブリンもいいんですけど、ユニセックスっていうか、女性でも作れるような、もちろん、若い方でも手に取ってもらえるような値段のやつもちょっと考えてますんで、ちょっとこれ楽しみにしておいてもらいたいと思います。まあそんな感じで、今日一日お前この後の写真も全部つけさせるだろうって。いいんすか。で、それ運気ほんまに上がるんかもしれん、もしかして。マジで。ダイヤって上がるって言いますもんね。結構重いっすね。逆なんで、逆なんすよ、ある。逆なんですか。うん、どっちも良くないですか。ということで、そんな感じで、はい、気になる方は本当に聞いていただければということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お邪魔しました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 。オッケー、じゃあこれでいいか。じゃあ次のロケやな。うん、次海やろ。海かぁ。チキンレース、チキンレースやったっけ、はい、チキンレース。はい、チキンレースか。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも皆さん、こんにちは。優しいやつ大タイプス、よろしくお願いします。チキンで優しいやつなんか世の中にいませんということで、今日もやってみたいんですけど、はいはい、今日なんですけど、チキンレース。チキンレース、これね、やっぱ僕らって、はい、そのやっぱラファエルもなんかそういうちょっと根性あるキャラみたいな感じやってたりとか、まあ、お前ヒゲ剃り負けすごいな誰が一番根性あんねんっていうのを一番わかるのってチキンレースかなと思うんですよ、はいはいはい、でルールなんですけど、もう簡単です。いや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 、ちょっと分かってはいたけどきついな。これでどこでブレイクできるか、これ落ちたらアウトですから。いや、そうっすけど、それを3人それぞれやって、はい、どこで止まれるか。これ結構高さありますから、よりギリギリまで行った人が勝ちということですね。そうそうそう、根性試ししようよ。はい、で、一応ね、あれって思う人いるんですけど、さっきちょっとビジュピコさんでね、撮影してて、多分前の日に上がってる動画だと思うんですけど、今日一日、ね、お前ジュエリー作るっていう。どう、運気上がってる実際。めちゃめちゃ上がってると思うんです、この数時間で。数時間で、はい、ちょっとなんか様になってきてるわ。あ、落とすか。確かに、見慣れた。なんか似合わんと思うんですよ。え、自転車と一緒。ということで、はい、もうやっていきましょう、はい、話は説明不要、やっていきましょう。おはようございます。先攻後攻、じゃんけんいきます。はい、最初はグー、じゃんけん、はい、はい、これ、はい、はい、じゃあ1枚いったら、あ、僕最初いいから、じゃあ2枚、はい、絶対最初。風強いんで、ちょっと風強いな、帽子ちょっとがっつりで、はい、自転車なんて久しぶり、いや、毎日乗ってましたいや、怖いっすよ、こんなの。うん、そっからね、はい、そっからね、そっからな、はい、いいっすよ、はい、一緒いで一緒いで一緒いで、先っぽに先っぽに、いやー無理っすね。あ、でも結構でもブレーキ効けへんな、効かないっす、やばい、やっぱだいぶ前で握っちゃうっす、やっぱちょっと、しかも結構勢いありましたね、効けるっすね、これは結構いったな、はい、そんなとこなんですか、それはすごい、あれ勢いがすごかったから、いやいやいや、これブレーキの感じわからんから、そうそうそう、僕ずるかったっすね、もうちょっと思いっきりやった、ゆっくりやかん、やっぱそのせめて20キロで出すとか、そうそうっすね、ちょもう一回やらして、あ、もうちょっと俺もやるとかったな、うわうわうわ、すごいな、来た来た、いやいやいや、結構頑張ってもらうと思いますよ、勢いはあるやろ、勢いあるっすもん、もうちょっといけますよ、ここすごい、全然変わってない、変わってないな、ああ、え、もうちょいいける、え、もう超えちゃいますよ、俺普通に、多分大丈夫だな、鈴木の番です。鈴木ね、前の撮影で、ね、ビジュピコさんとの撮影で、はい、ジュエリー全身につけて、だいぶ運気上がってますと、はい、うぜえな、うぜえな、お前、マジで、いい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 い
めっちゃ濡れてるぞ。エグソ君足見て。びしょびしょ。びしょびしょやかお前。なあこれ。びしょびしょやぞ。